パンケ沼と利尻富士、サロベツ玄野の故障は、冷端地から浸出した鉄分を含み、赤く濁っているパンケ沼周辺の空中写真。2017年8月7日撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。パンケ沼は、北海道幌ノ部町麻座、下沼、サロベツ玄野に位置する円形の塩沼。 手塩川の下流域に位置する。水深は約1.8メートルほどで、外して浅く、沼と名付けられているものの、面積は3.55平方キロメートルもある、大きなものである。サロ別川の東側にある二つの沼を、アイヌ語で、それぞれ、パンケト、ベンケトと呼んだことに由来する。現在の所在地名である、下沼は、パンケトを意訳したものである。 サロベツ玄野の中にあるおおよそ円形の浅い沼である。パンケオンネベツ川が北から流入し、西にサロベツ川につながる短い川が流れ出る。サロベツ川は玄野を北から南に流れる幅数十メートルの中規模の川でパンケ沼との接続点から11.8キロメートル南で本流の手塩川に合流する。手塩川はそこから南に約12キロメートルで、 日本海に注ぐので、パンケ沼の出口は、海から2 3 8トル遡った地点ということになる。手塩川とサロベツ川を経由して、海水の影響を受ける。パンケ沼の都市平均値は1から 4PSU の範囲で変動する。塩水の素状は、手塩川川口付近では潮石に従って毎日起きているが、パンケ沼に塩水が入るのは一時的で、 塩水が入らない状況が続くと炭水化が進む。多い時には 19psu あるが、少ない時は 1psu 以下である。湖畔には、いわゆる原生花園という規模ではないが、象女バカマ、エゾミソハギ、エゾカンゾウ、ヒメシャクナゲなどの植物が咲く。時期になると白鳥など渡り鳥も観察できるため、散策路が整備され野鳥の観察車や展望台が設置されている。 魚類は船、鉄魚など、貝類は、マトシジミが生息している。沼内及び、周辺河川は、漁業と、同資源保護の対象地となっているため、捕獲禁止の措置が取られている。パンケ沼とサロベツ川は、マトシジミの生息北限であり、特に、パンケ沼は、道内マトシジミの有力魚場であった。しかし、1985年に500トンを超えた、漁獲量は、 2000年代に激減し、2014年を最後に耐えた。手塩川とサロベツ川の流量が増え、その結果パンケ沼の塩分量が低下したことが原因とされる。近年になって降雨が増え、両河川の流量が増えたため、夏の高温期、すなわちシジミの産卵期に逆流が起きなくなり、生息数が減ったと推定されている。日本歴七名体系。国土地理院。 平成26年全国都道府県市区町村別面積町故障面積2015年3月7日閲覧アイヌご知名リストの部とから開き P101 から110アイヌご知名リスト北海道環境生活部アイヌ政策推進室2017年10月20日閲覧アイヌご知名リスト平田ホロナ P111 から120アイヌご知名リスト 北海道環境生活部アイヌ政策推進室。2017年10月20日閲覧。アイヌご知名リスト種別 P61 から 70P。アイヌご知名リスト。北海道環境生活部アイヌ政策推進室。2017年11月8日閲覧。書籍。北海道鉄道駅大図鑑221ページより。書籍。 北海道の駅878物語駅名のルーツ探求125ページより ABCD 杉原後期改め留一手塩川水系の塩水環境変化と対応策に関する研究2017年3ページ ABC 杉原後期改め留一手塩川水系の塩水環境変化と対応策に関する研究2017年5ページ 北海道を楽しむパンケ沼、北海道を刺激する、ネットマガジンプチネット北海道の漁業図鑑、しじみが、異漁業北海道水産業改良普及職員、協議会ホームページ、エビー杉原幸樹、平井康幸、佐野別川の水収支に基づく大和しじみ、生息環境と、流況変化の関係、2015年、アイマイナス79ページ、建設省保編、日本の川自然と、 民族第一巻、1987年、24ページ。杉原幸喜、平井康幸、サロベツ川の水収支に基づく大和しじみ、生息環境と流境変化の関係、2015年。ありがとうございます。